皆さんこんばんは。本日のナナの思うことありはまあおすすめ本あるいは映画というふうになるんですけれども、まあ要は日本の日本人の姿勢感というんでしょうかね。あのまああの高齢者に対するこれまでのなんか考え方というと変なんですけれども考える一冊として今日は奈良山武士講について取り上げさせていただきたいと思います。まあ奈良山武士講って私あの今回あの改めて 読んで多分昔も読んだのかもしれないんですけども結構ねすごい衝撃を受けたんです。っていうのは私の記憶にある楢山節公は、まあ、いわゆる皆さんもご案内知ってる人は知ってると思うんですけどもウバ捨ての話なんですねウバ捨て山ある程度あの、まあ、高齢になったお母さんを息子が「うば捨て山」に捨てに行くというねある意味で非常にリアルな日本の昔の,あの現実をとらまえたもので私多分これ本って以上に あの高校生の時になんかドラマかあるいは何ていうか劇で見ていてなんて過酷なね何ていうかあのものなんだろうってそういう風なイメージしかなかったんですよいわゆるヒューマニズム的なあの人権尊重の世界ではこんなことはね許されないね日本の昔の,あの残酷な歴史みたいなものすごく短絡的なイメージしかなかったんです。 ただこれを最近読んだ時にびっくりしたのは全然違う世界なんです。っていうのはまず捨てに行かれようとしているお母さんはあのやっぱり家族のことを思ってその中その情緒を入れてじゃなくてあのいわゆる「奪捨山」って言われるっていうかまあここで出ているあの奈良山っていう山なんですけど奈良山に行くことを待ち望んでるんででるすね。そしてどういう日常が出てくるかっていうとまあ行くために。 あの息子たちに恥を欠か,かせないようにごちそうを用意しなければいけないとかあるいは当時はな何てい,いうか老人があまり元気すぎるとなんていうか「ごくつぶし」っていうなんかすごい昔ながらの言葉なんですけどそういうふうに思えるのも嫌なので健康でない方がいいみたいなああのまあ具体的に言うと歯が全部揃ってるのが恥ずかしいっていうようなお母さんの何とも言えない気持ちがあるのとそしてあの 家族がどんどん,あのなんていうか孫もいるんですけど結婚したりして、まあ、ますます何ていうかうちの状況があの食べていくのに苦しくなるでもそれも何ていうかあんまり悲しくなく淡々と書かれてるんです普通に何事もなかったかのようになんかそこら辺にある出来事として書かれていてでお母さんはそれを、まあ、そろそろ俺もなんかもう70になるし奈良山に行かなきゃいけない。 でいよいよ息子に奈良山に行くためにそのあのなんていうかちゃんとその詳しいなんていうか儀式というか何て言うかルールをあの村の人たちにも伝えてで明日俺は行くからその村人を集めてくれって言って頼んでで実際実行されるんですけどもその山に登っていく時も確かに息子は息子でなんかこうちょっと悲しい思いがしたりいろいろするんですけど淡々と進んでいって。 そしてもうこれはやり遂げるんですけど最初から最後までいわゆるヒューマニズム的な私たちが悲壮感を感じるようなことはなくて確かにあの残酷なシーンっていうのはあるんですけれどもなんかね逆にあ日本人ってこういうふうに抵抗としてっていうと変なんですけど淡々と老いを受け入れそしてある時期になったら、まあ、自分はあのなんていうかごくつぶしになりたくないからっていうそういう思いがあったのかなって言って6五感も実はそんなに悪くなくて。 これはね日本,の日本人の姿勢感をあのすごく表しているあの逆にすごくいい本だなと思ったんですでこれで思い出したのが私あの宮本恒一が好きなんですけど宮本恒一の書いてある本の中でも出てくるんですけどおじいさんおばあさんがあの、まあ、宮本一と何時間もお話ししてるんですでもご飯をあを全然食べないらしい。でもそれはなんていうか この老人としててはまあもう宮本じゃ分かってるんですよこの人たちはやっぱ高齢者だからあまりそのなんていうか家族に迷惑をかけちゃいけないからご飯を食べたがったり姿をことさらに隠していやあのおらはもうお腹減ってないから別にいいんだべみたいな感じで軽く受け流すでそのなんていうのか家族のことを思ってその遠慮しているというかそのなんていうんですかねあの日本人としてのなんかこう。 淡々とした生き様に宮本恒一が心打たれるかわいそうとかじゃなくて日本人って奥ゆかしくてね年をとっても自分のなんか役回りっていうのを考えているなんかいいなと思って受け入れている山、まあの宮本恒一の描写があってそれと被るものがありましたで次にあのこれせっかくなんか見たからあの話題になった映画も見ようということであの。 まあ借りてきてですねこれはあの尾形健さんあの本当は日本映画あるんですけど私が見たのはあの今村監督が作ったあの尾形健が主演ででお母さん役は坂本住子さんが出てくるあのドラマあの映画なんですけどもこれもねどういうふうに描かれているのかなと思ってすごく興味を持って読みましたこの映画もすごくあのこの 本の世界を淡々とやっていていそんな大げさになんかこうね悲しい寂しい物語にするんじゃなくて日本人の死生観というのを取り上げていてその中でよく出てくる動物がまあ何ていうかあの、まあ、本当に生殖本能でどんどんこう 子供を産んで、そしてまたなんていうか次に行ってとかそういうかなり動物が出てくるのもすごくなんか印象的でしたしでこれずっと通年でロケ地で撮ってたっていうことでしたのでそのすごい乾燥のすごい寒そうなところ貧しそうなところっていうのもあってでもその自然の中でやはりこの老婆の薬航する坂本澄子さんが息子を叩きながら。 はいもう俺は行くんだってこの本当にね忠実にできていて本も良かったし映画もすごく良かったと思いますでこれには実はあのなんていうかねあの別のなんていうかあのエピソードがありましていい話でした実はですねこれ1983年にあのなんていうかパルムドール賞をあの受賞してるんですよねカあのカンヌ映画祭のパルムドール賞を受賞していて実は 面白いことにこの時にあの「戦場のメリークリスマス」と一緒に出てるんですで多くの人が「戦場のメリークリスマス」の方が取るっていうふうにねもう,もうすごく言われてて鳴山節子のは全然話題になってなくてでそして映画監督含め全然誰もパルムドームショーに行ってなかったんですよ。 なんと破って、これが受賞してしまった。だけども、誰もその場にいなかったというので、そういった映画でも話題になったというところです。まあ、これね、あの日本人の死生観を、あの、どちら、あの、見られても、読まれてもいいと思いますので、おすすめしたいと思います。で、最後に、その死生観と、もう一つね、ダブらせて。私、たまたまだったね、これ、全然、これ、海外のもので、世界でたった一人の子っていうのを読んでいてですね。 また、これはこれでね、高齢化社会をね、考えさせられる不。あの不思議なお話だったので、これは参考までにご紹介をします。これはどんなお話かといいますと、あのすごくあの医療技術が発達していて、もう今や、あのよく日本人間って、百二十歳までね、ギリギリまで生きられると言われてますが、この世界では、百五十歳から二百歳まであの生きることができる。 でおまけに何ていうか年を取らないまま生き残ることができる薬いわゆるあの老化防止薬っていうのが開発されてお薬を飲,め飲んでまあ大体30から40ぐらいの年齢の姿のままで150から200まででで生きる物語なんですねでその中でこれたった一人の子供って何,何のことを言ってるかっていうとそ,れその薬とかそういう技術が発達した途端に生きあの かなりなんていうか、人間の生,生殖能力が衰えてしまって。ほとんど子供が生まれない世界になってしまうんです。子供はもう滅多に生まれない存在で、あの限られた存在。で多くの人はだからすごく年を取っていて、でも見た目は若いんですね。でその中で子供が生まれたら、どういうことが起きるのかっていうのが。出てくる本で、これね、結構ね、ある意味で恐ろしい本でしたよ。子供がほとんどいないので、子供がいると。 誘拐されたりとか逆に子どもであるってこと自体が資産っていうか財産なんですよお金になるっていうことでだから誘拐されないように常に監視されるとか、まあ、誘拐されたりすることもあるしで変な技術が発達してあのあの老化防止剤っていうのもできるんですけど子どもを子どものままで永遠になんか150から200歳まで生かすことができるっていう技術も発達してそうやって生きていく子どももいる。でこれはある意味で 怖いなと思って、まあ、この鳴山節子のような低誕と死を受け入れてあの高齢者が亡くなっていく世界とそうじゃなくて高齢者しかほぼいない世界で子供が生まれたらどういうことが起きるかっていう、まあ、デストピアっって言った方がいいんですか、ね、だからなんか大人としてどっちも考えさせられる作品でしたので、まあ、是非ですね余力があればこちらの作品も読んでいただければと思います。以上 七の思ことありでした。